どうもロシングルです。アズタスクフォールズ続きをやっていきましょう。ポール目線になった途端、自分の家になぜかシャロンが寝てて、シャロンが協力を持ちかけてきます。これどうなっちゃうの。ちなみに今ダンテが外でドアをノックしている状況。ユタ、急に視点が変わったぞ。ああ、ホテルに泊まれたんだね。よかったね。すげえいい部屋じゃん。超でかい。いくらの部屋これ。バネッサかな。また会えて。ああ、バネッサ。会えた。本当に来てくれた。本当に来てくれた。嬉しいよ。最後の子犬みたいだったし。助かったよ。入っていいかな。もちろん。君の名前でこの部屋取ってあるからね。寝てないの？ベッドを汚したくなくて。気が小さい。着替えを買ってきてあげたわ。うわ。父さんの財布から200ドルくすねてきたわ。すげえ取ったな。ありがとう。本当にありがとう。これでお合い子。ね。お合い子？僕に借りなんてないだろ。言わなかったっけ？歴史のテストは絶対 A を取れたと思う。しまった。本当に親切だ。優しい人だ。君みたいないい人初めてだ。ろくでもない人間しか周りにいなかったからね、うん、私そんなにいい人じゃない。でも助けてくれてる。何も言わずに。悲しいの。あなたは何もかもから逃げようとしてる。私もずっとそうしたいって思ってた。うん、そうか。バネッサも。だからどうしてもあなたを助けたいの。どうしたの。君が来てくれなかったら僕は一人ぼっちだった。本当にそうなんだよね。本当に家族の元へ帰らないの。お母さん心配してる。完全に見捨てられたんだ。母さんは本当の母親じゃない。兄さんたちも義理の、あの夜言われた、育ての親なんだ。おばさんが僕の本当の母親だった。父親は知らないけど。ディーン、それは一晩でいろいろありすぎたよね。うん、途方に暮れてしまった。もう自分が誰なのかさえわからない。アイデンティティが崩壊しちゃうよね。聞きたくなかった。でもこれで真実を知れたじゃない。家族って一緒に暮らしてた人で決まるものじゃない。うん、あなたが選ぶ人が家族なのかも。確かに。で、 T シャツに書いてあった。いいこと書いてるね。 T シャツ、ね、おっと、びっくりした。何、うわー、来てる。追っかけられた。尾行された。マジか。やばいやばいやばい。いい、どうすればいいの。うわー、父さん何してる。他に誰かいるのか。お父さん、もしかして私をつけたの。GPS か。ああ、すごい。うーわ、外に逃げたんだ。やるね。なんでわざわざソルトレイクシティまで来てホテルで何をしてるんだ。父さんには関係ないでしょ。怖すぎる。ああ、逃げれそう。そこでスワイプかな。と、あー、ぶね。運動神経2。うわー、ひどい。ある朝死体安置所に運ばれるのだ。父親なのに。兄さんの死は自業自得だって。酔った相手に惹かれたのに。うわ、あいつは朝の4時まで遊んでたんだぞ。しかも薬を決めた状態で。違う、そんな話はもういい。まあ、心配がゆえに言ってんだろうな。お前が家に帰ってくればそれで済む話だ。その前にトイレ行くけど。ああ、早くしろ。確かにこれじゃ心配の種が尽きないよね、父親にしてみたら。びっくりした、いる。助けよう。うー、開くのかこれ。開かないとかいう選択肢あんのか。一緒に逃げよう。何やってるの。見てわかるでしょ。バネッサ、中で何してるの。トイレっつったのにね。逃げるぞ。下か。あー、バレた。逃げるしかない。はっ、あぶね、足やっちゃいそう。
海外のなんか非常階段ってなんでああいう作りなんだろうね。バカなことはやめるんだ。必死だなやっぱり。ここから逃げなきゃ。そう。そんな。嬉しいけど、なんか過剰な気もするな。兄さんが一度。犯罪者だからね。いけるかな。だいぶ古いオープンカードね。多分こっちだ。いけるか。はあ。うう。つながってくれ。あとは、いける。かかった。よかった。免許ある。無茶する。事故るぞさすがに。それはバレッサ。うわー、これ警察呼ばれるぞ。まずいな。より複雑化してしまう。そんな。はい、911です。やっぱりね。信じられない話なんだが、その前、娘の逃亡犯と一緒に逃げたようだ。バレちゃったよ。これどうなっていくの本当に。より複雑化してしまう。誘拐犯にも仕立て上げられるんじゃない、このままじゃ。ご機嫌か。旅気分じゃないんだよね。いいね、なんか90年代ガレージパンクって感じ。運転するの好きなの。私も早くやればよかった。家出とか。どうなんだろう。お気楽でもいいんだろうけど、ちょっと思慮深い大人を見せようか。注意しなくちゃ。お父さんが探してるだろうし、注意しないと。気をつけないとな。車は誰にも見られてないし、盗難の通報はまだじゃない。なるだけ遠くに行こう。できればカナダへ。ねえ、本当にカナダに行くつもり？うん、だってアメリカより保護地域が多いからね。毎日釣りやハイキングしたり森で暮らすことだってできる。問題は入国だよな。そうだよ。兄さんの友達がアイダホフォールズに引っ越したの。あの人ならお金を貸してくれるかも。身分証の偽造にも詳しいし。おいおい、アイダホ。そんな遠くいいの。いいの。アイダホ。仕事は暇だし、着替えを買って公衆電話からトットに電話しましょう。あら、少女からの卒業。象徴的だね。いいのかい、こんな無謀な旅に。こういう時得てして破滅が近いんだよな。吸い慣れてね。母さんもこうして思いっきり羽を広げればよかったのよ。もう手遅れだけど。あ、手遅れって。がん、膵臓がんで死んじゃったの。うわ、医者は運が悪かったっていう。気づけないやつだ。ずっと人の言いなりになってたせいだと私は思う。自分のことを顧みなかったから。お父さんがお母さんに辛く。家族みんなに。まあ見たらユタまで追いかけてくるなんて。そんな感じだったけどな、お父さん。どうだろう。ただまあ心配なんだと思うけど。君が心配だったんだよ。うん、従わせたいだけよ。兄さんのように道を誤ると思ってるの。君が。実際こんなことしてるしね。確かに無謀といえば無謀。今頃大変よ。父さん切れまくってるはず。可愛い娘が車を盗んだんだ。実はそれだけじゃないんですよね。これまでにした一番悪いことはどれかな。これだな、ロマンチスト。好きな相手に嘘ついたこと。ジェイ。どんな嘘？どうだっていいよ。どうだっていいよ。誰に嘘？どうだっていいって。言ってば。あれ、初恋？ジェイ。私にはしないでね。
向きになったせいでちょっと空気が悪い。そのお兄さんの友達って本当に助けてくれるかな。あなたを助けるとは言って、でも私なら子供みたいなサングラスどこまで行くんだ。アイダホフォールズ通録来たーポール編。どうしようどうしよう、ベッドに隠れる。あいつを追い返すか。時間稼ぎをしてちょうだい。どうしよう、ダンテ来ちまう。ああそうだな、これもあるな、こういう方法もある。返事しろ、車があるから家にいるんだろう。ポール、トイレだ。え、なんだ、ブラを隠す。なるほど、確かに。あとは、あとやれることは。さっさとしろ、入るぞ。すまん。ガキのチャリ、あれは。あれか、ジョイスのこのやつを修理してたんだ。修理してたんだ。これ少しでも彼女の力になりたくて。いいやつだよな、ポール。うん？顔が赤いぞ。モデルからお前の工具とかを持ってきた。焼け残ったやつだ。ないと困るだろ。いいやつだな。ありがとう。犯罪すらしてなければ。どういう気だよな。ポール悪かったな。あんなとんでもないことになるなんて。まったくだ。あの兄弟が俺から盗んだのはパンドラの箱だ。もしあれを取り戻せなかったら。そんなやべえやつか。人生おしまいだ。で、気絶して便所で寝てたんだろ。この先どうするつもりだ、ポール。まさかばあちゃんみたいにこのまま引きこもる気じゃないよな。どういう意味だ。職探しでもするさ。何か新しい仕事を始めてみようかな。そうだな、ガーデニングとか。何言ってんだ。転職か。俺が昔 FBI の分析官になろうとしたのを覚えてるか。へえ、頑張ったんだな。大昔のようだな。事務仕事なんて。相変わらず可愛い猫ちゃんだな。本当可愛いよね、この猫。クリータスがこいつの匂いを嗅ぎつけてみろ。大変なこと。クリータス、にゃんこ、犬かな。可愛い。お前も調子は良くなさそうだな。そうだ、コーヒーでも飲むか。持ってきてやるから座ってろ。初仕事の日、ウィルソン保安官に。基本いいやつだな。なんか面倒見もいいし。毎朝ポットに入れたもんだ。この子うるさい男だったな。海外の人はみんなこうコーヒーメーカーにずーっとコーヒー入れっぱなのかな。煮しまっちゃうよね。やべ、一個だけ、一個隠せ。やべ。あの頃は世の中をより良い場所にしていくんだと思ってた。隠せよ。そう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 してないで。クソ野郎が言って、そいつが持ってるのが聖書だか銃だかわからないとき、お前ならどうする？聖書なのか銃なのか。あごめん、聞いてなかった。グラスだ、まずはグラス。なっちゃった。気づいてない？おいポール、お前に聞いてんだ。あ、俺かい。なあ、あの時俺がモーテルにいたのを知ってたんだろ。なんで俺を訪ねてみようと思わなかったんだ。人質の中に保安官の身内がいるとわざわざ思い出させてやるのか。あの血に飢えた三兄弟に。冗談。兄弟？まさか。本当に大丈夫か。様子が変だぞ。大丈夫だよ。人は来るとは思ってなくて。あんな事件の後、そりゃそうだろ。ちょっと察して、ダンテ。さすがに。ああ、ところでお前、ちょっと前に署に来てたらしいな。
そうなんだ。検察の連中と話してたのか。おい、その熱い方を持たせてんだから手を離せ。熱いよ。ホテルやバスのことで何か覚えてないかって散々聞かれたよ。俺が正気を失ってたか確認したかったんだろ。それはあるよ。いろいろ聞かれたからあまり。そうか。で、お前はどう。おや、尋問かこれも。そうだね、褒めよう。今はあいつはやるべきことをやったと。俺は仕事をしただけだ。そう、プロだ。あんたはプロだ。状況に合わせてな。気絶してたけどな。あっつ、あっつ。やつらバスで人質とメキシコに行こうとしたんだぞ。それを放っとくとでも言うのか。シャーロン。だがな、静かに。そのおかげで俺は風呂場で感電死仕掛けたんだ。くそ、もう今じゃみんなで管轄の奪い合いをしているんだ。へえ。にゃんこかわいい。 FBI のやつらまでベッキーにまで嫌われてる。あらら。押し入ってきたホルト兄弟を受け入れたんだぞ。信じられるか。ああ、どれだけあいつに尽くしても一向に足りないらしい。ん、やっぱバレた。こっちはやめようとしたけど無理でな。言い訳できるかな。そうか、悪い習慣ってのは一度ハマるとなかなか抜け出せないぞ。にゃーん、かわいい。かわいい。よしよしよし。そういえば金庫を安く仕入れてくれた例をまだ言ってなかったな。モーテルと同じ方だろ。気づかれる。ああ、そうだ。そうだ。そうだ。ホルト兄弟の襲撃後、不思議なことに数字の書かれた紙を見つけたんだ。ポール、どうしてあいつらはリセット番号を知ってたんだろうな。おお、おお、は。え？もう直接ぶつけた方がいいよね。それを俺だと言ってるのか。まさか俺を疑ってるのか。いとこか。いとこだろ。血は水よりも濃いもんな。南部ならではの考え方。まあ少なくともシャロンがまだメキシコにたどり着いていないことだけは確かだ。いや、それどころかかなり近くにいるんじゃないか。おお、出るの。そういえば昔お前はシャロンと仲が良かったよな。身内のよしみだ。答えはそれでよしとしよう。あいつはどこだ。あれ、かくまってるって思われてる。なんで答えもう一個出して。知らねえっていう答えが欲しいよ。いや、もういないよ。知らんがな。もういないよ。ここには来たんだが出て行った。金の無心に来たんだ。もちろん断ったさ。お前にすぐ伝えるべきだったが、捕まったらあなたに助けてもらったと言うわなんて脅されてて仕方なく黙ってた。クソ野郎。ああ、お前だ。あ、お前が番号を渡したんだ。待ってくれ。ダンテ、後ろ。今すぐダンテ。ぐぅ、殺すの。それは。おい、後ろだよ。よくも私の息子。よせ。ああ、むちゃくちゃだよ。気絶ならまだしも。ハサミを捨てろ。檻に入るつもりはないわ。止めたいなら殺して。うわー、もう破滅的な考えなんだな。そうだ、犯罪は償うべきだ。私を追うのはそれが理由じゃないでしょう。うわー、うわこれはこれは効いた。あれ、平気。ポール、お前が頭部はどこだ。どうすんの。もう逃げ場がない。でも渡さない。だったら俺は終わりだ。全員終わりだぞ。何も心配することはないわ。全額引き出したらすぐに新聞社にコピーを送ってあげるから。誰を相手にしてるのか
分かってるのか。そんなヤバいやつなの？エロ、あれは俺の金。そんな雰囲気はあるよね。ポール、どうしてこんな真似を。金が欲しかったんだ。どうしよう。どんどん深みにはまってるな。だがダンテ、ミカルテとサルだ。彼の出所は知ってるぞ。シャロンが教えてくれた。音の深刻さが分かってないんだ。そいつに味方する気か。複雑な立場だな、ポール。彼女に操られてるだけなんだろう、ポール。お前が牢に送ったりはしない。マジで？いとこだから？銃を渡せ。分かった。ベトナムの後、二度と銃には触れないと誓った。あ、ベトナム行ってたんだ。あんた知ってるだろ。ヒッピーみたいなたわごとはよせ。銃を渡せ。この隙にやられちゃいそうだね。股間蹴られたけど。逃げましょう。 うわー、タクかけられた。ドゥーン。どっちだ。ドゥルルルル。どっちも犯罪者ではある。ただな、確かにダンテがただの一保安官がすげえ額の金を動かしてるとはめっちゃ考えづらいよね。自分の夢のためにシャロンを。いや、ダメだろ。ダンテだな。やはりモーテルをで人を殺したってことは許されることじゃない。うん、俺よダンテ。そんな、どうして。二度と君には利用されない。失敗は一度で十分だ。キスしたのに。最低だ。終わりだ。終わりだ。ハサミを離せ。ふう、よかった。一人確保。すまないシャロン、もう誰にも傷ついてほしくなかった。基本ポールはいいやつだな。君にもだ。これでいいんだ。いいんだ。はい、ということで今回はこの辺で終わっておきましょう。いやー、あっち行ったりこっち行ったり大変だね、ポール的には。フラ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 。まあダンテもね、完全な正義の味方じゃないってところがあるから、どうしても信用はしがたいんだけども、シャロンよりはマシかなっていうレベルでしたね。ほんと僅差でした。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。